では国際自然保護連合日本委員会会長渡辺綱尾よりお礼のご挨拶を申し上げます皆さんこんにちはご紹介いただきました UCN 日本委員会の渡辺綱尾ですあの本日はワンヘルスをテーマに本当にさまざまな角度からとっても重要なご講演ご議論をいただきました本当にありがとうございました また冒頭オンラインの運営側で映像や音声がうまく流せずにご迷惑をおかけしました大変申し訳ありませんでした10年前に日本で開かれた生物多様性条約 c o そこで自然との共生を長期目標に掲げた愛知目標が採択をされました私たち IUCN 日本委員会では愛知目標の達成に貢献する 具体的な活動の宣言を集めようという丸プロジェクトを進めてきましたこれまで10年間で全国から1,000件を超える宣言しかも市民団体企業農林漁業自治体さまざまな立場の方から生物多様性を守るための活動を宣言していただき さらに宣言団体同士の連携を作り出ししてきました本日は「ワンヘルス健康と生物多様性」というテーマのシンポジウムを開催いたしましたがその開催を通じて医師会や獣医師会はじめ多くの皆さんと新しい新たな連携の機会を 生み出せたようううにに思いいいいまますすそれはととてても意義深いというふうに感じていますワンヘルスアプローチですけれども、えー、今日もお話がありました生物多様性条約事務局が世界全体の愛知目標の実施状況を評価をして昨年の9月に発表しました地球規模生物多様性外境第5版。 あ通称 GBO5 その中でもワンヘルスアプローチが自然共生社会への変革にとって欠かせない大事な分野だというふうに位置づけられています国連生物多様性の10年に続いて今年から国連生態系回復の10年が始まりました生態系の悪化に歯止めをかけて さらに回復に転換していく10年です東日本大震災以降甚大な自然災害が頻繁に発生をしそして今新型コロナウイルスのパンデミックが私たちの暮らしに大きな影響を与えています気候変動の影響が顕在化してきたということを感じる場面も増えてきたように思います 国土全体の生態系を回復していく中で自然災害や、えー、今日の課題である感染症などの大きな影響を受けにくいレジリエントで持続可能な自立分散型の社会を作り出していくことがとても重要だと思います。その実現のために私たちは自然とどのように関わっていけばいいのか。 命と命のつながり自然と文化のつながりはどうあるべきか国土の土地利用や資源の利用をどう変えていけばいいか、えー、地産地消型のライフスタイルを作り出すためにどう行動していけばいいかそうしたことを考えていく上で今日は貴重なキーワードそして大事なポイントを数多く頂けたというふうに思います。 コップ1ンで発足をした里山イニシアティブの取り組みからも多くのヒントが得られるというお話もいただきました今日のシンポジウムで紹介をされたワンヘルス共同宣言これは今後の出発点だと思いますより広範な人たちからのご意見をいただきながら内容を発展させていき何よりも具体的な行動を アクションにつなげていくことが欠かせません今年中国国民で開催予定の生物多様性条約 COP15 で採択が目指されているポスト・愛知目標においてそしてそれを受けた日本の生物多様性国家戦略においてもワン・ヘルス・の考え方をその中に組み込んでいくことが必要だというふうに思います。 そこで、IUCN 日本委員会では、次期、生物体育成国家戦略への提言をまとめるオンラインイベントを、来月3月から4月にかけて連続して実施していく予定です。その中でも、今日の成果を報告していきたいというふうふに思います。ポストコロナ時代の感染症、そして生物体育成の保全、 この両者を相互のつながりその両者のつながりを重視した具体的な行動がたくさんの幅広い分野の人たちの共同と各省や国際機関との連携のもとに前進していくことができますように今日集まっていただいた皆さんと共に私たちも歩みを進めていきたいというふうに考えています。 最後に本日オンラインで各地からご登壇いただいたすべての皆様にそして最後までご参加いただいた皆様に感謝をお伝えして本日のワンヘルスシンポジウムを閉じたいと思います皆さん本当にありがとうございました渡辺会長よりご挨拶させていただきましたありがとうございました